9月9日、今日から南アルプスです。そしてこの辺にはなんとも、ヒールがいます。やれやれ、とにかく吸血されないようになんとか行きたいと思います。登山道はかなり不明瞭です。猿がいます。遠いな。ようやく宝山山への入り口、青木高専に来ました。ここから薬師ヶ岳経由できます。この後ちょっと天気崩れそうな気もしてるんで、雨が来たらしょうがないかと思ってます。神秘的な森、ずっと同じように見えます。すべては神秘のベールのおかげです。ようやく薬師ヶ岳の山頂です。空だけは青いな。薬師岳の山頂部です。薬師ヶ岳ホワイトバックです。合成しまくりな。ではそれでいった。だけ晴れてる。今観音の手前です。お疲れ様です。どうですか、元気そう。でも2日休んだから。あ、本当ですか。台風の停滞で。あ、元気っすよ。いや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 、今何キロいってんすか。今2400近く。2400近く。全然距離すごいね。もう30キロでピーピーって。きついね。すごいな。きつい。きついっすよ。山頂すげえ。おお、なんだよこれ、全然違うじゃん。あの辺は完全な吉の細かい砂だし、ちょっと行ったらすごい顔料だもんな。すごいな。ベリスク。いやー、よかった、一応見えた。すごい数のお地蔵さんでも。方向から高根に向かっていくと、こう尺投げの群生地のようです。
この後藪になるそうです。藪っぽいのはこの辺からかな。地面も見えてるし、よかった。ここ法峠なのかな。まあ、峠から行ってきたらこんな感じです。白波池から北岳目指します。まだ結構寝てますね。だいぶ山頂が近くなってきました。空気が乾いてるんで全然声がかすれちゃってます。喉が渇いて、なんかね、すごいな。この選手覚えてられるもんね。コーラに乾杯。標高3100ぐらいって結構高いのか。1年前ぐらいにブータンのスノーマントレックを行ってたのが刷り込まれてるんで、その時の記憶で高いところは呼吸が苦しいなってたんですけど、よくよく考えたら4000以上か。お疲れ様です。いい笑顔でテイク3だ。お疲れ様です。今回の最高点です。4キロだいぶ切れてるけど多分大丈夫です。トレイルエンジェルじゃないですか。僕はあと下るだけなんで使っていただければと思います。はい、気をつけて。はい、山旅を。ありがとうございます。気持ちのいい森になってます。走れる。いろんな鳥の鳴き声がする。最後の大きなところです。潮見だけと戦略アップです。
たら